長野からお越しいただきまして、何曲か演奏をお願いしてあります。まずは皆様、拍手をお願いしてよろしいでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。先ほどちらっとそちらでお話をしておったんですが、こちらのギタリストの方が市川様、おことが清水様で、私が夏のお盆の時だったと思うんですが、上野駅から新幹線に乗りまして、金沢に帰る途中で少しお話しする機会を得まして、まあ席が隣だったんですね。要するに席が隣でお話しすることがありまして、ああじゃあちょっと渡れに船でござんすねってことで、今日の演奏を厚かましくもお願いしてしまいまして、会話などを作らせていただきました。それではよろしくお願いいたします。あ、ごめんなさい、これ今度私の宣伝、これあのお手元に行ってます、この報告12ページに報告出てますんで、後でゆっくりご覧になってください。長野から来ました、万が一音源というユニットを組んでおります。ですね、まず、最初は、皆さんよくご存知、ちょっと前にヒットしたNHK の連ドラのあまちゃんのオープニングテーマを、我が家のこととギターの組み合わせでやってみたいと思います。
ちょっとだけ自己紹介させていただきたいと思います。私、名前は清水紀子と申します。とてもありふれた名前で覚えやすいかと思いますけれども、長野市から今日来ました。新幹線、朝一の新幹線6時2分長野駅発で来ました。と、いうのもですね、市ヶ谷に家元の私 の所属している家元のところがありましてね、そこでちょっとあの朝一番のお仕事をしてきました。お調律の仕事なんですけど、その後こちらの日暮里の高校寺さんに、来たというわけでございます。曲をどん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 進めていきたいと思います。次、アルハンブラの思い出、ギターのね、独奏曲なんですけれども、ちょっとおことの手も入れてみたいと思います。お聴きください。アルハンブラの思い出聞いていただきました。スペインにある
るんですね、アルハンブラ宮殿というのが ね、はい、はい、それのそこにある噴水のこう水のこう流れる音をこうギターで表したということだそうです。ありがとうございました。次はですね、リクエストをね、本光寺さんの方からリクエストを何曲かいただいてるんですけど、その中の1曲、トランペット吹きの休日というのがね、大変有名な曲ですね。なんか運動会を想像するような曲なんですけども、ブラスバンドで、かなり頻繁に演奏されている曲を、ギターということで聴いていただきたいと思います。ありがとうございました。楽しく演奏させていただきます。ありがとうございます。